今日下北沢からお送りするポットキャストプログラム UKP ラジオ UK プロジェクト代表遠藤光一ですポリシックスふみです UKP ラジオは所属アーティストやゆかりのある方をお迎えしたり UK プロジェクトの歴史を振り返りながらトークをしています皆さんからの感想などもお待ちしております ツイッターでハッシュタグ u k p ラジオをつけてつぶやいてください。えー、ツイートを今日も紹介していきます。えー、以前 UKPM の社名の由来を話した時 M はそれぞれが感じてほしいと遠藤さんが言っておりましたが、門、はい、えー、萌さん、UKPM の M はマトリックスつうのはどうでしょう。意味は母体や基盤、何かを生み出すものです。強そうということでございますが、でもなんかマトリックスってあのサッカーのゴールの網や網みたいな感じしないですか。うん いやちょっとよくわかんないですね。どういうこと？いやで、コウシ場。コウシ？あマトリ。ックスうんうん。でなんかマトリックスと言われるとサッカーのゴールのネットを思い出すんです。そんなにこう基盤とか母体とかそんな感じじゃない。うんうん。こうこうこういうやつじゃない。こう玉を避けるやつ。そっちでもない。もう一個言うと、数学ってマテマティクス。 UK プロジェクトオフサンス、マテマテックス、はい、それ、よくないですか。さてこ、ここ最近は、UK プロジェクト、<laughs> 歴,史歴史編、10回ぐらいやってるねけ10回、うん、結構やりましたよ、うん、10回ぐらいやって、うん、一段落して、はい、久々のゲストは,はい、いらしてくれましたね。はい UK、プロジェクト から一回もリリースしたことなく一、はい、回も所属したことない、はい、通信中から北島康夫くんが来てくれました <laughs> よろしくお願いしますよろしくお願いします,す,す UKP ラジオもう。

昨日の夜からガッツエンターテインメントと新風を僕たちのすっごい聞いてましたありがとうございますすごい高めてますじゃあもう整ってるわけですよねだいぶ整っちゃって <laughs> っピークをちょっと過ぎたか <laughs> あそれだめじゃないですか <laughs> いやいやでも僕も楽しみに してきましたのでよろしくお願いします。僕もだってヤングパンチティーチャスで来ましたからね。もう20年前の。そうなんだ。物持ち。物持ち。すごい大事に持ってます。すごい。本当だ。はい。気合い入れてきました。本当だ本当だ。ヤングパンチティチャス。そうそう。もう穴も開いちゃってますけど。すごい。そう。ヤングパンチを聞いたのは何歳高一ですね。これ遠藤高一なんです。 やりづらかった全然言ってくださいねそういうとこ好きなんで。よ僕遠藤さんの高校一年生。ヤングパンチが高校一年生なんだあのねスカパンクブームが高一ですねそうですねポットショットとかポットショットヤングパンチそう持ってましたよヤスオくんと話が合うのはポットショットもヤングパンチもその後のゴーイングステーィも大好き大好きその流れだからそこの話めちゃくちゃ聞かせてもらうんですよフェスとかで遠藤さんいたら僕 UK プロジェクトの他のバンドさんよりも多分遠藤さんと一番しゃそんなイメージあるあ,ありますあるあるそうありますかだって遠藤さんがもうロックオンしてる感じもあるしあくんのことをねまあまあまあそうだねこ,こんなにノリノリで、うん、ちょっと滑舌悪くいい感じで話してるんだけど <laughs> いやそこはいっぱい一滴も飲まないからねあ うん、そうです、かつて座るです、うん、すみません僕お酒はあんまり得意じゃなくてあ、うん、そうです、今もこう緑茶相手抱いてるんですけど一滴も一滴も飲まないですね、あの裏でもねゲータリングとかでもお酒飲まないですけどで,、ねはい、でもその時遠藤さんはそこそこ召してらしってねその通りです仕上がってねその通りですあー安穂くんだーつってわーって駆け寄って <laughs> そうそうそう,そう <laughs> <laughs> 行行くんですよね行きますねねよいや寄ってる時と寄ってない時僕分からないですもんだから遠藤さんずっと寄ってるイメージですねそうねそうそうそうだから今日ここにオフィス来させてもらって初めてだからあ白髪の時こんな感じなんだっていうのを見たというか職場での見たので白譜の時はもうちょっとビシッとしてるんですけど<鮮><ー>今安お熱にやられてふわふわしてまるで乙女のような80年代ディスコみたいな。 ドゥービードゥーマスのふわふわみたいな感じですまさにそういう感じですよね本当にふわふわしちなみに遠藤さんと安く君が初めて会ったのっていつぐらいいつなんですかねあれ4年ぐらい前かな話しかけてくださったのはそれぐらいですかね幕張で「ドラゴンアッシュ」のフェスがあったんん。で俺たまたま見に行ったらうん 通信中っていうバンドが出てて、なんかあのみんなあのなんていうかムカデみたいに繋がってて、繋がれ繋がれみたいな、でなんかあのやってることは結構笑えるんだけど、なんか時々な泣けるわけ、泣けるわけ、あの砂かけババとか、キバーカカセとか、ああ砂かけは妖怪なき笑いね、砂かけバ 振りがね振り付けがそういう感じでねあれとか泣けてうわすげえなと思って感動して帰ったんですで翌週「通信中」っていうバンドをなんとかくっつきたいと思って若槻さんっていうスタッフと2人で四国まで行った来てくださったんですよねワンンマのライブですいや話あ会いに来てくださったんです え、それじゃあ遠藤さんが俺と若槻さんで安く君とベースの裕太君4人で直接連絡したのうんそう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 俺安男君に話しかけて俺すごい感動したから幕張の時ですねの夜にね番号教えてって番号教えてもらって番号教わったと思って今度俺四国まで行くからさ 行くから会おうよお、いいっすよそんかカッコつけてないっすよいいっすよなんとも全然いいみたいな感じだった結構ちゃんとちゃんとした計画の話だったらやっぱりユウタも同席させますコンピュタンフィーリングカップル2対2みたいな UK プロジェクト連合と通信中の そこでじゃあゆっくり話せたわけなんですね。ゆっくり話せましたけどね。んか番号交換する時も遠藤さん結構もじもじしてるというか可愛かったですよねその時も僕の友達のバンドマンと打ち上げの会場だったんですよねマック内で確かに。あそうマックの中の楽屋打ち上げみたいな感じでやっててしゃべっててこう。 僕ドリンク交換しに一人になったタイミングで遠藤さんが寄ってきて今今だだってう感じであの群れから離れたところをガブっと来てくださって遠藤さんがじゃちょっと俺、名刺取ってくるからさテレフォンズの楽屋にかばん置いてるからみたいな感じで名刺取りに行ったんですけどその間にもやっぱちょっと。こう いろんな人がこう喋ってくれてたんですよ。この、うん、遠藤さんが名刺取りに通って帰ってきた時にはもうまたこうい,いろんな方と僕いたんで、うん、これをおまけに遠藤さんがまたモジモジしながら <laughs> 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 俺名刺持ってきたんだけどな <laughs>、ね。でそれでそうまたタイミング見てよね。そうそう,そう,そ,うそう。俺なんかやっぱズズしくなりたくない。そうですよね。遠藤さんの距離感。みんなが。 みんなやっぱり通信長の安くんと話したいんだなそんなんちゃいますけどい <laughs> い <laughs> と思って遠負けに見せて <laughs>、うん、そんなんじゃないですけどやっーかっこいいからないや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 そんなかっんじゃないですけど<笑><笑>僕ねでもそれをその後、うん、テトとやっぱねその3年後ぐらいに出会うんですよ、うん、テトと3年後ぐらいに出会うんですけど、うん、小池君がまさに動きが似てて、うんうん、小池君も 遠巻きで見てて一 <laughs> <laughs> 人になった時に恋をってくれ <laughs> 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 もう遠藤さんの血引いてるわでその時めっちゃ思ったっすもん UK <laughs> の流儀みたいな UK の流儀みたいな <laughs> <を>ずうずーしくならないっていう、ね、<laughs> ダメだぞっていうその時はもうかぶさりますよ<も>本当にいやでもね小池根っこはパンチ強すぎるかいかぶってるんですか <laughs> いやいやいや小池の方が根、ねね、っ このなんていうかな芯が強すぎてああなるほどね芯が強いですねあいつねそうまあ四年ぐらいですかね遠藤さんとこうお知り合いになったのはそうそうそうなのでわざわざ先もう話を元に戻すとあれあれ何県だっけ四国の徳島県ですね徳島といや徳島に会いに行ったんです会いに行ったあげく何事も起こらなくて そうね <laughs> <laughs> で俺はちょっと反省しましてでもそこその3日ぐらいに僕ら仙台でライブあったんですよライブサーキットそれも遠藤さん会いに来てくださった <laughs> それ聞いた見に行ったっていうそう,そう,そう,そう仙台まで地元がねそうそうあ,あまあまあまあ俺田舎仙台だからね, <laughs> ねそれでっていうことかっこつけて見に行った 見に来ててくださっもう何も起こってない牛タン食べにね連れてくださってね終わったあともうほんとだいぶ寄ってらっしゃったんですけど忘れるメンバー全員連れて牛タン食べにだがだが何も起きずでもねやっぱそういうことがそういうことたまにいいんじゃないかなとそれはなぜたまにいいんですかその牛タンおご でもいいけど、それそれでなんかまあ契約とかしたら、それ仕事の餌だったわけじゃん。ああなるほど。で何もない。何もない。見返りを求めない無償の愛。無償の単語。ナイチンゲルみたいな。ね。な放置する。僕らだいぶ弱ってるってことになりますからね。本当チンゲンダとするなら。うん。 いや弱ってはないです弱ってはないよく会いに来てくださいましたほんとに当時ねそうなんですよじゃあ別な言い方すればマジンガー Z を磨く人みたいいやわかんないですよマジンガー Z 弱って世代じゃないんでねマジンガー Z もじゃあロボットアニメだったら何エヴァンゲリオンってうんですかねエヴァンゲリオン磨けねえな <laughs> なんとなくロボットを磨く人で行きましょうそ,うそ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 う,そう <laughs> すっごいでっかいロボットを <laughs> 磨いてくださってるってことですねキングギドラの鱗を掃除する人 <laughs> そこもうどうでもいいっすあわりづらそこどうでもいいっすねそういうこう人だっていいじゃないっていうことですねです遠藤さんがね よく会ってくださいましたほんまにだからこそその、うん、こうねの遠藤さんの愛が今でもこういう形で続いてるっていうことなんですよね、うん、きっとそうなんでねそうなんですねなんかあの人伝えでもよく未だに聞きますねこうあの取材していただく、うん、こうライターの方とかはあの初めになんかすごい遠藤さんのお気に入りのバンドさんらしくてみたいな <laughs> <laughs> 入りそれから入る方とかいらっしゃいますもんね <laughs> いやその人その人ちょっとよくないっす、ね、いよくないっすかそれは遠藤さんのお気に入りのバンドって言って遠藤さんより数進中が下じゃないですか遠藤さんは可愛がってる感じじゃないですかなるほどなるほどそれは安岡に可愛がられてる遠藤さんがね <laughs> 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 あいいかあなるほどねそ,れはでもそんなことないですけどもう気に入っていただいてるっていうことで嬉しいですうん 何の話聞かされてるんだろうみたいな気分になってきますけどね。本来はテレワークで今回、奇跡的な今日たまたま収録じゃないですかで、安く君絶対一回呼びたいなと思って安く君に「Zoom でいいからこの UKP ラジオに出演して」って言ったわけ。で その何月何日 Zoom でつなぎましょうって言ったら八く、うん安が「いや僕その日東京いるんで」って言って「うん、えマジ?な」な、うんで東京いるんだ」って「であの渋谷でトークショーやるんで」みたいな「やるの?」そうそうそうじゃあ Zoom じゃなくていいんじゃん」と思って俺その時すっごい上がった。 あ会えるってこう,こういうことってあるんだなと <laughs> ねご縁がねそう逆に僕のトークライブにも遠藤さん出てもらってるんですよ あそうなんだロフトプラスワンでロフトプラスワンでしかも遠藤さんにまあまあ前からこうトークライブいつか出てくださいよって言うてって出ていただいたんですけどその日ちょうど UK プロジェクト新年会とかぶっててう <laughs> 違う違う違うあのねやめるスタッフの送別会送別会だ。か <laughs> 送別会と <laughs> <laughs>、ね、て,くださって送別会が夜7時から焼き鳥屋みたいなのやってて。<laughs> もう7時から30分ぐらい喋らせてもらってじゃ帰って帰ってきて最後の焼き鳥のお会計ぐらいの時に間に合ったそう出てくださったしね結構いろんな話してくださいましたけどねすごいなでもそう考えると遠藤さんのこの愛が感じてますねなかなか所属アーティストでもこの愛は感じられないですよ見ないですや そうだよね見ないだって、所属アーティストにこういう態度は絶対取らないわけじゃないですかテレフォンズと名古屋で、数万僕らさせてもらったんですけど、その時打ち上げがだから当日打ち上げできないから、前の日に打ち上げをするみたいな、当日の帰る関係で前の日に打ち上げしたんですよね。 そう。俺は行きたいよね、遠藤さんね俺前、前前の日に打ち上げやるって言って、うん、で、次の日っ本番は見れないの、うん、物理的にあもう帰んなきゃいけない打ち上げのためだけに行ったもんね全然に、名古屋までね <laughs> 何をやっとるんですか <laughs> いや、まあでもいいですよね、そういうのもねえ、でも私初めて会ったのいつだろう、はい、ポリシックスは多分この ご挨拶させてもらうまでが多分ちょっと時間かかってると思う、ね、フェスで多分結構モンスターバシとか音玉とかで,で、ね、モンスターバシなそうですねモンスターバシ音玉とか西日本のフェスで多分こう一緒になる日があってほんでようやくツーマンであれ新都心に多分誘っていただいた,た、ね、うんですかねこれが4年ぐらい前だと記憶してますけどね、うん、そうだよね4年,4年ぐらい前ですね あとびっくりしたのあの機材社からの、あの機材の量ね機材ボール主にダンボールダンボールねそうそうそう、パンパンにそうですね、機材と一緒に、そしてあのもう今や自分たちが乗るところにもこう潜入してきてますからね、ダンボールだってさ、ギターとか出てくると思ったらさ、その日 ドレスがいっぱい出てきて、かつらとか、あ、そういうのも載ってます。衣装も多い。そう、衣装もすごいなと思って。楽曲結構シュシュシュってすぐ箱で終わって、でダンボールでまた作ったりとかもするじゃない。そうですす。ごいなっていうね印象があって、すごいわ笑った印象やっぱすごいあるあの新東神の強烈でした本当に。ええ、そう新東神の通ーマンからは。 よく結構やらせてもらえて、ね、って感じですかね。ね、はいうん、そうですよね。はい、ね、遠藤さん。はい。林さんは僕めっちゃ連絡くれますよ。昔の VHS を DVD に焼いてくださったりとかすごいするんですよ。そうだよね。昔のそれこそ80年代後半とか、80年代とか90年代前半のあの、ね、そうそうそう笑いものすごい好きで、ううでね、そうそうのそ音楽もなお笑いもの。笑いですね。笑いか。お笑いウルトラクイズとかそういうのを焼いて。 そうそうそうその話ずっとしてますね楽屋で林さんと。うんうん。何今の遠藤さん。さてさて。林さんの話。さてさて通信中。ジェラットかな。2002年に結成なので来年で20年。はいそうですそうですそうまあダンボールがあってハッピーがあってブリーフがあって。 コンテンツだけをつまむとそうですね。それ以外のキーワード、大事なキーワード大事です、もうそれで四国、四国ぐらい言ってもらいた四国は広いね、四国なんだね、あのモリス君だけ香川なんですよ、香川在住、んに徳島在住なんですけだから一応四国っていう感じで言ってますね、岡山は関係ない地元は岡山ですね、だからちゃんと四国って言っても、徳島出身が僕で、 あと弦楽器2人はあの兵庫なそうだよねそう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 ほんで岡山のドラムモリス君で、うん、今は四国に4人いるっていう感じですね、うん、あれ大学とかであるのそうです大学で出会いました、はいはい、<う>ファンとしては嘘でも本当でもいいんだけど <laughs>、うん、あのドラムの人がね、はい、あの彼女が、はい、バンドでドラムに誘われるっていうのをでバンドに誘われ 彼女ね、好きな子女の子がバンドに誘われると、うんうん、なんかこうなんかこうイチャイチャするし始めるじゃんって打ち上げで「おい飲めよう」とかやるじゃん。 ちょっとよくわかんないんだけど。僕説明します。はい、僕じゃ。あのね、ガッツエンターテイメントっていうアルバムが出て、その中に一曲ね、彼がドラムを始めた理由っていう曲があるんですよ。で、それがあのうちのドラムのモリスくんの実話に基づいた歌で、あれ実話、あれ実話。 <laughs> かわい,いですねどうぞ、やっぱ実話かどうかを知りたかったってこと俺実話じゃなくてもいいわけ別にフィクションでも、うん、なんか、うんうん、こんなフィクションかけるんだって言う。 ファン心理があるからそれが実話だって書いた人に明かされるっていう瞬間今ね瞬間実話なんですよドラムを始めた理由を歌にしてるんですけどそれが高校1年生の時に初めてモレスコに彼女ができてであの彼女がドラムやってる子だったんですよで男子から文化祭にちょっと一緒にバンド組んで出ようって誘われたからで それがやっぱ森津君的にはやっぱちょっとね。そうそうそう。思春期ですから。イチャイチャイチャ。イチャされると、みたいなことなので。男バンドの中に女の子人たちたら。そうそうそう。 って言えばよかったんだよ、ね、そうそうそう,う、ね、そういうことなんですけどさっでこう、はい、じゃあ俺だったらもう俺がドラム始めてそのバンド入るわっていうことで<う>代わりに自分がドラムを始めて、うん、<で>彼女をそのバンドに入れないためにドラム始めたんだよ、ね、そう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 でずっとドラムやってますっていう歌なんですけどは <laughs> 実は,それ実,は実はですね <laughs> <laughs> それたぶん20年ぐらい20年以上前の出来事でしょたぶ、うん数日以上前の前で,前です、前です彼が高校生の時なんでそれこそでも「Going!Seddy」とかだと思いますよそうか<ー>20年前に高校生まあまだにねそれはみんなされてますけどうん、うん、モ森内君好きですしね「Going!Seddy」だから,ら UK の血は脈々と流れてますよそういう意味では。<ー> 今ちょっとアリアリスのローリングサンダーみたいなちょっともらったんです。降りてきたんすか？アリスモリスに引っ張られてアリスモリス持てばスーパースターも夢じゃないから。どうしたらいいんだろう私。アリスがワードで引っ張られて会話するから本当に。 そうなんか特に今日はそれが顕著で <laughs> 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 もうやっぱりこうちょっとふわふわしてるんでねどうも機嫌いいみたいな <laughs>、ね、いいですはい、うんはい、そう20年なんですよねっ、ね、来年、はい、やっぱうんえっ、うん、安男さんのパートはシンガー脚本演出なのですか、うんうん、あそうです,そうですあの、ね、ライブが割と 台湾ライブだとそこまでじゃないんですけどワンマンライブとか最近だったフェスもそうなんですけど結構こうストーリーあるやつやってるんですようん、うん、大体ストーリーあるやつあ<ー> <laughs> ですかありがとうございます <laughs> 1回ごとに変えてきてるけそうそうそう1回ごとに変えてはいるんですけど、まあ、そういうところで、まあ、この脚本演出歌詞も含めて脚本演出っていう担当になってますねだ、うん、から結構、うんまあ、楽しい役割を任せてもらってるというか。 バンドの中ではい2002年結成で2013年に自分たちのマネジメント会社ねオフィスみっちゃんを設立、はい、はいはいはいみっちゃんね、はい、社長でマネージャーはベースのゆうたくんうたくんはなんか面白いよね <laughs> 面白いですかなんか面白いよね何 <laughs> <laughs> だろうあの フットワークとあそうですねフットワーク軽い軽いよねフットワーク軽いですねあと連絡も早いしねすげえ早いうんそう心がけてるみたいですよああそうなんだもうんとかスタッフの鏡みたいな感じなんだけどベースヒってベースが先にあってたんですけどそうねベースが先に合スタッフの鏡みたいなけどブリーフでベースヒってそうですねそうね <laughs> 確かにそうって言葉にするとわけがわからないですね。社長でね。社長でね, <laughs> ね。ブリーフで。<laughs> 確かに。<laughs> ね、4年、四年ぐらい前にモンスターバッシュで。モ、うん、ンスターバッシュの、うん、な、うん、あ,の,あその。まあ、推進中はモンスターバッシュの中で、一番でかいところも。二番目でかいところも全部のステージ制覇してる。うん、そ,うそうです、そうで、ん、す。全ステージ、アコースティックもやってますし。茶道とかね。はい、やってます。はい。 でその時たま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 3番,目3番手のステージだったんだけど、うん、で「鳥」だったのう,んうん、うん、で「鳥」の時に「鳥前のバンドは」が、まあ、すっげえかっこいいバンドだったか<ー>かっこいいバンドで人気あったか、うん、で盛り上がってるわけ「鳥前のバンド」うん、でそのすっごい盛り上がってる様を見て、うん、楽屋裏で、うん、ブリーフ一の通信中が4人で。 俺たち、あいつら超えようぜ言ってないいやいや、違う違う違ういや、言ってないけど、顔がそうだっ顔がそうだ顔が、あいつら本当盛り上がってんなでも、俺たちは、あれ絶対超えるぜって顔になってました顔になって。顔になってて、いざ出たらはいはいはい、数心中でございますって言ってこれが数心中のやり方なんだと思ってかっこえなかっこええ

だってさ、それもものすげえ真剣な顔してるんだよ。まあそうだよね。なかなかしてないでしょ。してないし、てない。恥ずかしいわそれは。ない。スイッチね。スイッチね。そうだよね。だからちょっとちょっと。 オフィスみっちゃんの話を聞かせてほしいんですけど自分たちでマネージメントやってるっていうことの自由さとしんどさっていうのは僕はでもそこまでこうしんどさっていうそれこそうたは多分いろいろあると思うんですけど僕はそこまでのしんどさっていうのは実感はまあそこまでないんですけどでも自由さは確かに高いですよね。 だからそういうのもあってこうレスポンスも早かったりとかなのかなとは思いますね。うん。ちょっとワクカ入れる。そうそう理由の一つかなと思いますけどね。うん。ね。2017年にはメジャーデビューした。あそうですねもう4年も。メジャーデビューというボケ。はい。うん。ねもう。 年目でしたかねバンドとしては15年目、とこと遅かったんですけどやっぱその地元でのさ同期で先輩ってそう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 んだそうそう大学の僕、学科も一緒でベースのアッコとはサークル入ってライブハウスを紹介してくれたのもアッコなんでもうだから20年来ですね。 なんかあれなんだっのチャットモンチーのさあのフェスがあったじゃんあはいはいはいコナソンフェスコナソンフェス徳島ではいコナソンフェスに寿司行って見に行ったそうや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 遠藤さん一人で一人でうん一人ででその時安尾君が「うん」 ようやくチャットモンチの背中が見えてきた。同期だっただね。同期,た同期だったんだけど。ね、まあ、チャットモンチは、まあ、はい、シャングリラ。って,言ってすごい売れて。ちなみに急運送に。 そうね。でも、それも結構ちゃんとオチあって、ようやく。チャットもうの背中が見えてきた。まだオペラグラス使ってますけどねっていう。ちゃんと。ちゃんとオチがあるんですけど。遠藤さん、そこ言ってくれないんで。そうね、伝わりづらくなっちゃうね。ごめん、え、そっか。ちょっとオペラグラスが聞こえなかった。聞こえなかったですね。すみません。背中が見えてきた。すみません。 ああってなっちゃって、オペラグラスをちょっと。大学生の時に、だから、四年の時に、あっことかは、結構東京によく行ってたんで。そうだねあれってさ、あそこの、あの、四国とさ。大阪の道路が繋がった影響って、でかくない。あの、明石海峡橋ですか。あれは大きいですね。まあ、でも、あれは僕、小学校か中学校ぐらい、なんですけど。繋がったのは、あの、明石海峡橋、ただ、あのね。 何年か前にそこ渡るのが1000円の時があったんですよ、本来5000円かかるんですよ、あその橋走ってそれが1回1000円になったときがあっそれはすごい良かったですね、バンドも出てきく約だったし、お客さんも関西のお客さんが四国にすごい来てくれたので四国と関西の行き来がすごい楽になったんですね。 このバンド大阪大阪でよくライブやってるけど大阪の出身なのかなと思ったら実は四国からその橋を渡ってきてるありますね。うん、車の方が早いもんねなんかイメージ。そうですね。シュッと行ける感じ。うん、で徳島は割とこの四国の中では関西文化なんですよ。あ,あの関西ローカルの天気予報に徳島ちゃんと映ってるんですよ。そう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 。なんかやっぱ四国の中でもあの 香川は中国文化なんですよ、うん、岡山とつながってるっていう、うん、なるほどそうで愛媛は割とちょっと九州の感じもあって大分とフェリーで行ったり来たりできるんでだから四国の中でも割とちょっとこう文化違うというかケツネうどんとか言うのケツネうどんは言わないです まあいう結ねうどんって言うんですか関西大阪ゆっけ大阪の人へえそうそれ言わないですね言うまあうどんじゃ関西の人言わないって言ってるけどごめんごめんうどんはだってあれじゃないですかやきうどんが強いから四国内はやっぱりねうどん文化はもう結ねうどんっていうのはある古い関西略語でよく出てくるああ結ねうん勉強になります結ねともね結結ねだね勉強になります いやさんん個人の年年はどんな僕個人の20年ですか、はいはい、いやでももうほら個人って言っても結局それがバンドの20年になりますよねバンドしかやってないのでのあのさ前会った時あさ、はい、仕事もして、うんはい、仕事もしてあんなんていうの ライブの時はくみたたいな感じじだっゃそう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 あのアルバイトもしながらみたいな感じででもいまだに席は置いてるんですよアルバイトの席は置いててでっていうのもこのこうなんて昔ねガーガーの前田さんが言ってたんですけどアルバイトってやっぱやった方がいいよみたいなこの社会とつながりが持てるというか確かに僕このしなくていい環境に泣いた時にちょっとこれ 怖いなって思ったんですよね。歌詞とかが変わるというか。なんかこう、全然違う世界で物を作ってる感覚になると、ちょっと怖いなと思ったんで、いま、うん、だに席は置いてて。そうですね。あんま、そこで働くこともないんですけど。うん、席は置いて。てど,どこに席置いてんの。あ、えってね、塾の。塾講師。あ、講師なんだ。そうそうそう、だから余計にそう感じるんですよね。だから、この。 小学生とか中学生とか高校生とか見てるとこう人気あるんだっていやそんなことないんですけど言ってました言ってたよだからツアーで何回何回抜けてもちゃんと向こうが席を置かせて全然入ってなくても1年間の中で3回とかしか行かなくても。 ずっといらししてくれまたね塾の講師やめたらもしかしたら歌詞が書けなくなるんじゃないかっていう怯えがあってそこまで僕喋りましたっけしゃべりましたしっててそう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 いうそうなんですよそれで書けなくなった怖いなっていうことでだからいまだに置いてますねで実際そこでやっぱ書けたものもあるので実際出なくてもさ席を置いてるっていうなんかその感覚そうですそうですその感覚がそうですねうん そうなんだ。そう、それはありますね。だからなんか選んだったら俺その塾通いたいもん。教えてもらえて。でも僕でも通話で忙しいから。でも僕入ってないですからね。みな。ただただ勉強できるようになって終わりですよ、俺。まだ一年経ってもまだ来ないって。まだ来。ねえ、立先生まだ来ないなで終わりですから。四国に通うんでしょ。まあね。だから徳島にさ。だなんかなんか指名券みたいな指名チケットみたいな ああなるほどねその先生の授業をっていうその時教える教科の中で一番得意なのは何なの英語ですかね遠藤さんいいじゃん英語英語英語れるとかじゃないんですよもちろんそのテキスト見てっていうことなんで高校生のまあそうですねワだったらまあまあいけるかなって感じですねうんかちょっと あんまり授業受ける気、なんかなくなってないですか。俺、度胸英語だから、英語、度胸英語で、的には結構自信ある。気合の英語ね。文法、度胸英語。度胸英語。気合の英語。とりあえず、でっかい声で身振りで。なあ。俺、度胸英語。でいや、威圧感。そうそう。テンション。えーとかも聞くもんね、遠藤さん。そう。ね。そうすると、おお、オッケーオッケーみたいな感じで。ね そういうタイプですよねじゃあ塾には通わないんだそうだねチリとかでもめちゃくちゃ役に立ちますけどねね、チリめっちゃ役に立ちますよ遠藤さんめっちゃ方向音痴なんですよいやわかりますわもう絶対そうやと思いますもえなんでなんで絶対そうやと思いますよね。二回曲がったらもうダメなんですよ一回だったらギリなんですよね一回ギリ二回曲がり角があったらダメそれはなぜかっていうとかわいいな一回目の角は 三歩進んで右って文章で覚えてる。うん、文章で覚えてるから右でもう一回右に曲がるとその二行目の文章が覚えられない。<laughs> どういうことですか。本当わかんないですよ。ううううも私も昔聞いたんだけど全然理解できなくてうう。ね、そう。地図と文章がこう一致しないですね。だからあの地図って空間を把握する能力が欠けてるんですよ。うん、はいはいはいだだ。だから迷わないように三歩進んで右。うん もう一回右みたいなことで文章として覚えてるんですだから俺ホテル関西からラーメン食いに行って何回戻れなくてすっごい迷ったかもしかして洋子めっちゃ近いのにホテル関西なんすねどうやって迷うんすかあそこ迷ったら嫌やわこれ聞いてる方わかんなくなるんですけど迷いたくないわあそこんでかっていうと行く時は 入ってラーメン食べるとラーメン食べるとまた行って行って左っていう単語だけ思い出すわけなるほど本当は行って行って左だったら逆じゃ逆せなあかんけど戻って右ってで俺ずっと迷っちゃいけない迷っちゃいけないって行って行って左行って行って で、ラーメン食べてる間に、もう忘れちゃうわけ。ラーメン食べてる間に忘れちゃう。ラーメンおいしくて。ああ、パイタンだな、おいしいなってなって、あれ、何だったっけって言葉で覚えてるんですね。いまだにですかこれはねもうじゃあもう遠藤さんの個性として。 文章で覚えるんだ。そう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 。今この携帯でこう見てら行けるじゃないですか。それは使わないですか。今はいける。ああ携帯でだいぶ楽になった。ですねえ。そうかそうか。よかったよかった。ね何よりです。はい。まあ洋子といえばコブラね。洋子さん。泳いで。はい。 キャプテンに。よしこさん。僕の20年の話のはずなんです。本当ね。よしこ。結局こ。の20年何何やっ何やつあバンドいやもう本当にバンドしかやってない。ですね。もうそれそう思うと個人的なことなんてほとんどなかったなと思いますね。うん。 諏訪でどっか遊びに行くとかもしないですからねう、うんうん、そうだよねしないですね、うん、なんせ本数詰まってますしねそうだよね別に飲んだりしないしねそう,そうですね例えば広島行ったらお酒も飲まずにお好み焼き食べて、うん、以上みたいなことでしょう。そうです,うです,うですもう食べ物は好きなんでおい、うん、しい物は好きですけどねうん。 福岡行ったら何食べる？ラーメンじゃないですかやっぱり。ラーメンね。ラーメン。仙台よ。牛タン。あそっか。わかりやすいとこだけ言ってくれますね。金沢。金沢はお寿司食べます。ちょっと頑張りますね。金沢。金沢美味しいのいっぱいある。ねお魚美味しい美味しいですね。鳥取は？鳥取もだからさお魚食べますね。 うん、日本海側はうん、うん、そっかうん、うん、向こうとじゃあ山梨山梨か山梨山梨馬刺しとか <laughs> 山梨でご飯食べることでもあんまりないなほうとうほうとうとかソフトクリームほうとうソフトクリームとかそういうとこでしょうね, <laughs> ね <laughs> 味,噌味みたいな, <laughs> な<お>何の話になってるんですか <laughs> 20年何を食べてきたの <laughs> これね海出し家に弱いんでだから海があるとこだと寿司とか、うん 言いがちなんで。うんはいはいはい。海なし長野そば。うんそば食べます。今俺が悪かった。うん。なんか埼玉。最後の質問。埼玉。埼玉。埼玉はでもこの埼玉のお店がだから埼玉割と埼玉にもよるじゃないですか町ね場所による場所によりますね埼玉のお店行きますかねそれぞれの。 う結構、回数埼玉行ってるからあそこおいしいなと思ったところに行くというか何食べに行くというわけじゃないですけど例えばどこハンバーグとかね。へぇ。埼玉でハンバーグ食べるんと埼玉のハンバーグ僕ハンバーグ自体好きなんですよ。ハンバーグ好きなの <laughs> 僕ハンバーグすごい好きですね。<laughs> 本<当>うんとじゃ,あじゃ,あじゃあステーーキとハンバーグ 両方並べてたらどどっちがそれもどっちが食べなあかんでしょうどっちどっちがどどっちでもこれほんま冗談で抜きにあのあのレアハンバーグだとしたらハンバーグ食べますねじゃ爽やか最高爽やか最高ですね牛定って知ってます牛定池袋にあるんですけどもともと北海道のお店なんですけど牛定っていうめちゃくちゃ美味しいですねこのレアレアでもう生焼けみたいなやつを 食べ終わる頃には鉄板が熱いからもうちょうど焼けてなぐらいのやつそれ好きですへえ<ー>、うん、でも鉄板には鉄板にずっと置いておくとさ、うん、焼けちゃうじゃん焼ける前に一生懸命食べるんのそうですそうです、うん、ほんで最後の方はなんかそうだから徐々にこう歯たえが変わってくるというか、うん、そうおいしい美味しい,美味しい俺焼けの嫌だからさ、うん、あ鉄板を冷やすためにビチャビチャにソースかけてあソース冷やすソースかけて鉄板全体を冷やそう <laughs> <laughs> 熱いのは嫌だ

去年今年今っでもこのちょっと話が戻るんですけどこのバリバリライブできてるのは割とこのやっぱバンドのレーベルというかこの自分たちだけでやってる部分自分たちだけっていう言い方はあんくないかもしれないですけどまあまあ個人レーベルっていうんですかねっていうのは一個の要因になってるのと四国っていうのも多分大きいんですよ。 そっか都内のバンドさんがこう活動制限されてる中で四国のバンドは割とやれたんですよ。ものすごいフットワーク軽く四国からなんか埼玉行ったりそう。ものすごいフットワーク軽いじゃん,そ,うなんですそれが多分ね昔の,この昔っていうかまあまあ2019年までの動き,方で動き方が元になってるというか昔からこうフットワーク軽かったから。 今このタイミングだったらあそこでライブできるってやったら行けるので、うん、なんか工程がおかしいもんね。工程おかしいし。みたいなさあの何て言うかなあのめっちゃくちゃ根性あるパンクバンドみたいな。<laughs> <laughs> でもそれがなんか時代に合ってるのかどうか分かんないですけど、まあ、マッチさというか2021年になってから思うのはお客さんが今。 2020年にツアー回って感じてたんですけど大都市地方の大きめの都市でライブをするってなった時にお客さんが地方から来てくれるんですけど、うん。 そこにやっぱみんんななビビりながら来るんですよね思いっきりローカルに住んでる方がやっぱ電車乗ったりバス乗ったり飛行機乗ったりでそこの交通機関に対するこうちょっと恐怖心みたいなのがあるからだったらこう僕らフットワーク軽いっては一個のやっぱ武器ではあったので,軽<い>、うん、でだからそれを考えると21年はこまめに回るというか、うん、行くっていうか、ね、そうそうそう自分たちが行けば自分たちのバンドワゴンで行きますし、うん、ってなればなんかもうお客さんも来てもらいやすいというか。 はなんか今ちょっと時代にはなんかこうハマったかなっていう気はしてますねやり方がうんそうですねなるほどなちょっとバンドワゴンって言い方かっこよかったねよかったですか機材じゃなくてねまあまあメンバー乗ってるんでねバンドワゴンそれトヨタ日産どっちええトヨタですねトヨタトヨタかそうですトヨタですねあの内容はねやっぱりねどうしても限られちゃいますけどねライブの内容としてはね やれることやれないこともねありますけどそこはまあ知恵絞ってあやっぱ一回一回さコンセプトがあって小道具あんじゃんあれってなんか意地なのあのねそれ,それ両方あると思いますね意地と自分をもしくは自分たちを飽きさせないというか、うんうん、なんかこう本数をやっぱやっ ってるから、そこもう表裏一体なんですけど、本数をやってる分飽きも来るじゃないですか。で、その飽きないために毎回違う内容にするっていう、まあまあそこの辺の感覚ですかね。うん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 いやちょっと堪能しちゃったな。なんか皆さん包けてますけど。ありがとうございます。ふわーってしてるいろいろね。 聞いて。そうですね。はい。ねえ、そこの時間も時間なんで。<laughs> すみません。たくさんいやいやいや、じゃ次、いやいや、そこの次があるからね。そうだね。いや、ますみません。最後に、ね、言い残したことはなんかあるやなしやあるや,やなし。いやあ、でも単純にここ,こ,こオフィス来れてめちゃくちゃ嬉しかったですね。ワクワク本当 <laughs> にワクワクしてあの、ね、ちょっとすごいテンション上がって。 本当はもっといろいろちょっとこまめにあそこにある本とかねこまめに見たいぐらいなんですけどだからまたちょっと来さしていただきたいなっていうかぜひぜひちょっと誘っていただきたいなと思いますありがとうございましたはいありがとうございます、はいうん、まあそうねなんだったらここの会議室でね限定住人ライブとかもできますからね遠藤、うんうん、<laughs> さんそのうちの一人でしょう<え>スタッフ側そういうと思う <laughs> うんちょっとやっぱ あの、モギリとか。<laughs> 中に入れない。大体。俺<は>、俺楽しまなくていいんですよ。検温担当とかあ。今やるんですね。検温。検温担当ってことはもう近い未来。<laughs> ねえ。そう,<え> <laughs> う最近で、ね。<laughs> そう。 そういうね、支えたいみたいな、そういう遠藤さんの愛情表現もありそうい。す、う嬉しいです。別に俺が、俺がそこの限定順位だった会場にいたことによって、人しか見れない俺俺一人入っていく、俺じゃなくて、俺じゃなくて、何やらさんに見せてあげたい。 あとエンさん大きいですからね、後ろの人はちょっとね、かなり見えづらい、それ、一番後ろにいます一番後ろで見てくれるんですね、こっちがやりづらいんで、でもそれは、やる方の身になってもらいたいですけどね。よかったですね、今日は。 でも本当、あれですね、初ですもんね。その有形所属じゃない、うん。あもう光栄です、ね。人が来てくれたのは、だから。そうなんですよね。有形所属ない人が来るのであれば、絶対に安岡君ってもう心に気持ち。うわ、めっちゃ嬉しい。いや、じゃ、そりゃそうだよ <laughs> そりゃそうなんですか。そりゃ、<laughs> めちゃくちゃ嬉しいですね。やっとこの時が。<laughs> そう。 だいぶねだいぶ待ちましたよねだいぶ一年近くで四十七回目だそうだね四十七回目にして初めてリリースしてない人が現れた、うん、現れましたねはい。めっちゃ嬉しいですだそなだだらだから,、うん、ら,ら UKB ラジオやってていくつか目標があったんです、うん、そのまあ途中でやめるかやめないかみたいな<ー>まあ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  UKB ラジオってもともとは、うん 1>, 1年ぐらい前にコロナでみんな集まれないから八、うん、みたちがちょっとしょんぼりしてるじゃないかあなるほど全く仕事がないんで、うん、だから一つの意味は強制的に仕事を作ってわざわざ事務所に来るっていう、うん、あなるなることをやってたんですけど、うん、でそこから。 案外みんなへこたれてないなと思ってじゃあへこたれてないんだったらやめてもいいのかなっていう時にモチベーションとしてはっめったにそういう場所に出てこないミネタが来るまではやめないでミネタ来てあと全く表に出てこないシロップの五十嵐君が。 ゲットするまではやめないとで今回安岡君が来てくれたからやめる理由ができた。やめといてください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 。まだ僕だってめっちゃ喋れりたいことありますもんいっぱいやっぱり UK についてもそう思い入れありますから。ヤングパンチとかボトルとか5級すぎた話があんまりできなかったのは俺が。 喋りすぎだったいや、2回目やるのにその辺のお話もしたいです、ほんまに。ね、VHS とか持ってましたもん、<う>ピンクのやつ持ってたし、うんうん、そんな話したいですああ。あと、ハイスタイルっていう。ハイスタイル。ハイスタイルっていう DVD だして、うん。ハイスタイルはい。 あわかるかもね。ハイラインレコードプレゼンツ、ね、はい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 ありますねありますありますあの小,小島とかちょっとちょっととか、はい、これもスカパンくの時ですよね。はい、スカパンくんがリキッドルームでやったるんあリキッドあごめんなさい話ああリキッドルームでやってる。<laughs> でもねそういう話をねモリモリそうそうそう,そうはい。 という感じで。ありがとうございました。はい。はい、くありがとうございました。本当に。はい、ええー、ぜひ感想もお待ちしております。はい、ハッシュタグ U. K. P. ラジオをつけて、つぶやいてください。U. K. P. ラジオのツイッターアカウントもあります。ぜひこちらもフォローお願いいたします。U. K. P. ラジオは U. K. プラジオ、遠藤光一と。ポリシックスふみがお送りしました。